バージョンを語り部で回って龍二さんがツアーとさせていただいたんですけど、やはりあの宮司さんとか聞くと、その水辺にいろんなものが宿っていると、生命のまあエネルギーみたいな、もう土ももちろんそうなんですけど、水がないとやっぱり人間って生きられないので、体の 70% はまあ水分でできているっていうのもあるので、水のいいところに木がやっぱりいい木が集まるっていうので、徳楽今日はあの日中もね、昨日もそうですけど徳楽祭りでいろんな方がいらしていただいて、いろいろ楽しんでワイワイ騒いでいただいたので、そういうまあエネルギーが今すごく集まっている場所になりますね。で天気もすごく良くって、でさらにあの台風並みのね風がね今日吹いたんですよね。それであの邪気もね払ってくれるんですよ。ブワーってこうあの変な気がブワーってよどんでても、その徳楽ってたあのすごい風がいい風が強風があって、今日ちょっとヨット乗せられなかった人もいるんですけど、そういう風でブワーって全部払ってくれるので、本当ここすごくエネルギー値が高いいい場所なので、で皆さんいいところにね集って活動されてると、すごいますますいい気がね集まるんじゃないかなと思って、私はすごいいい場所で参加させていただいてありがたいなと思います。ね、ヨットのキャプテンの長山さんには本当頭の触る思いで、ね、皆さんをねヨットに乗せてあの